はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ですね、まあ、ここ最近僕の体で起こっているその動悸、そんなね、その動悸の原因かもとしてね、室内で起こるということはストレスとね、コメント欄でね、アドバイスをいただきましたのでね、ちょっと自分なりに考えてみました。まあ、今の僕に降りかかってきているそのストレスっていうのはですね、食事のストレスでしょう、あと外に出れないストレス、まあね、うまく体が動かせないというストレス、まあね、その動きますけども、病気する以前のように元気には動けないだけであって、まあ、そこまで体の運動機能としてはね、困ってないから、まあ、これは違うとして、でも一番その食事によるストレスがね、すごいと思います。まあね、野菜中心でプチッと鶏肉といったね、感じで食生活を続けてますので、分からんうちにこのストレスを感じてるとね、自分でも思います。まあ、そんな食生活を送ってますけど、昨日の我が家の晩ご飯はね、お好み焼きやって、またその自分がね、食べられないものもですよ、子供と奥さんのためにキャベツを切って、粉を溶いて、クゼ服のお出汁を入れて、水を入れて、得意のね、ブレンダーでガーッとかき混ぜてね、食卓の上でね、こうホットプレートを置いてね、こう焼いてやりました。ひっくり返してひっくり返してね。まあね、お好み焼きに関してはですね、教えてもらったことってね、ないんですよ、実はね。まあ、子供の頃にね、その家族でやってた手順とかをね、思い出したら、まあ、それなりにね、作れるもんですね、見て覚えるんですね。まあ、そんなね、お好み焼きをね、昨日はね、食べてしまいました。まあ、ソースもマヨネーズもつけずにね、まあ、一人前ですけどね。いや、あのね、そのあかんことないんですよ、別に。別に食べたらあかんことないんとか、そんなことじゃなくて、ただその最近はですね、ここ最近はですね、先ほども言いましたけども、その野菜と鶏肉のスムージーをね、中心としてやってきたので、そのお好み焼きのようなね、がっつり系炭水化物っていうのは、なんか罪悪感なわけですよ。この一口で太るんちゃうかなーとかね。コレステロール中性脂肪上がるんちゃうかなとかね、次の通院で先生に怒られるかもしらんわ的なね、ことを考えてしまうんですよ。しかも今月はね、奥さんの誕生日あって、我が家は僕が病気してからというもの、そのいつものね、アイスケーキを食べてるんですよ。もう今は歯が痛いし、しみるし、普通のアイスさえもね、食べられないんですけども、まあ、子供らがね、食べるので余ってもその冷凍庫にね、保存できますので、まあ、いつの間にかね、アイスケーキがうちの家のベーシックになってしまいました。まあ、そんなアイスケーキもね、少しだけ食べちゃってしまって、まあ、小さじ1ぐらいなんですけども、まあ、今となってはね、お好み焼きもアイスもね、後悔してるんですけど、めちゃくちゃ美味しかったんですよ。めちゃくちゃ。なんか知らんけどね、後悔してんのにこんなに美味しいってなんかええなーっていう、なんかほんまに悪いことしてるドキドキ感とかもあるんですけども、悪いことじゃないんですけどね、食べることっていうのは。まあ、でもね、そのお好み焼きも歯に詰まって大変やったんですけど、味付けをせずに焼いただけなので、キャベツと豚肉の味だけでね、食べれました。アイスもね、少しだけ甘さを感じることができて、ね、ちょっと嬉しかったです。まあ、こんなちょっとのことでね、幸せを感じるなんてね、もう動悸の原因は食生活でしょ、本当に。いや、でもね、我慢せんとね、まあ、せっかく頑張って数値が下がってきてるんですから、もうせめてね、基準値まで下がるように続けていきたいですよ。ほんまに自分との戦いですわ。もう僕はね、やってあります。結果出しますんで、数値でね。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。